様こんばんは。オーストラリアゴールドコーストからお送りしておりますソーシャルメディア TV でございます。今日のオンラインライブセミナーですけれども、しゃべるブログを動画で作ろうというテーマでお送りしてまいります。この動画でしゃべるブログっていうのはですね、そんなに新しい手法ではないんですけれども、最近ね、特に私が力を入れて皆様にお教えしている、スマホやタブレットといったね、デバイスで簡単にこうしたしゃべるブログを作ることができます。今日はその一番基礎編のところをお話しさせていただこうと思っています。はい、皆様改めましてこんばんは。オーストラリアのゴールドコーストから、毎日日本時間21時からライブ配信をしておりますソーシャルメディア TV でございます。この番組では、ソーシャルメディアの様々な便利なスキルをお伝えしたり、またゲストをお招きしてのトーク対談ですとか、それからですね、様々なですね、スキル編をですね、ウェビナーとして今日のように配信をしております。今日はね、私のとても今力を入れているテーマなんですけども、動画というテーマでお送りしていきたいと思います。はい、今日はね、本当に私の大好きなテーマなんですね。このテーマ話し出すと本当にキリがないので、今日だけではなくて何回かシリーズでねお送りしていこうかなというふうに思ってます。はい、まず動画を作るのってどうやってやってるんですかってね、とてもよくお問い合わせをいただくんですけれども、このソーシャルメディア TV でも何度かご紹介してきているんですけども、最近はこれですね。はい、スマートフォンです。はい、私は iPhone を使ってますけども、 iPhone はもう本当に便利。これさえあれば、究極これだけで私仕事を最小限できますね。コンサルも、それから、動画を作るのもそうですし、お客様とのね、セッションも、このスマホさえあれば、世界中どこに行っても、インターネットのね、回線だけは確保しなくてはいけませんけども、究極これだけで、仕事はできます。最小限ですね。セミナーもこれでできますね。はい。それで、この、スマートフォンの中にね、皆さんも使ってると思うんですけども、写真撮影するモードっていうのがありますよね。このスマホの iPhone だけではなくて、皆さんおそらく Android を使っている方もそうだと思うんですけども、スマホの iPhone ですと、こちらの虹のようなマークありますよね。一番上の段の。はい。この隣にカメラのマークがありますね。はい。これが、写真とかビデオを撮影するモードなんですけども、これでですね、皆さんの、おしゃべりを撮影して、それから何枚か、写真を撮影して、そして出来上がった素材を iPhone の場合ですと iMovie という編集ソフトがあるんですね。アイコンで言うとこの2番目の、上から2番目の、星型のマークですね。はい。これが、この iPhone で撮った、写真とか動画を編集するソフトなんですけども、これで、ごくごく簡単に撮影したものを編集したりとか文字入れをして、それで一つの動画のコンテンツを作っておくんですね。はい。そしてこの iPhone で撮影したり編集したりした動画っていうのはもう簡単にすぐにアップロードすることができるんですね。はい。例えば YouTube であったりとか、それから Facebook に直接アップロードすることもできますし、この iPhone の中から外にどんどんこう発信することができるわけなんですね。はい。それで、そして、もう時間になるときにですね、いろいろな、コンテンツを作っておいていただくということが、一番最初の作業になります。で、私はですね、この iPhone もそうなんですけども、実は iPhone よりもよく使っているのが、こちらですね。はい。また最近、新しいのを買ったんですけども、iPad mini ですね。はい。iPad mini は意外と、アップルのね、シリーズの中では意外と地味な存在かもしれないんですけども、私は実は、Mac の、MacBook Pro よりも、iPhone よりも、どっちかっていうと、この iPad mini がいろんな意味で動画を作ったりするのにとても便利なんですね。まず持ち運びが便利だっていうことと、画面の大きさが本当に適切な大きさですごく見やすいんですね。はい。それでもちろん MacBook Pro で編集すればもっといろいろ細かいね、いろんなことはできるんですけども、本気で作る場合ですよ。本気でもういろんなこう文字とか入れたりとかですね、いろんな仕掛けを入れるときも MacBook Pro で編集をするんですけども、毎回毎回その MacBook Pro をね、小脇に抱えて移動はできないですよね。普段の普段使いでね。そういうときに、この iPad mini と、
iPhone があればもうこれだけでほぼほぼカバーできてしまっているというのがね、実際現実になっています。そして、本当に皆さん動画って、簡単にできてしまうので、私は普段ですね、このオンラインのウェビナーでも、こうしたオンラインの講座で、この動画の作り方を解説していたりとか、あと実際に日本の方に2ヶ月から3ヶ月に1回ですね、行きまして、3週間ぐらい、日本をね、巡業しながら、いろんな地方を回りながらですね、まあ、主に東京で多いんですけども、講座をしていますけども、最近はもう本当に、この iPhone と iPad ですね、これで作る動画講座っていうのが大変人気があります、おかげさまで。それでまずこういったもので動画を作っておくということが基本ですよね。実は本当にすごく簡単にできてしまうので、はい、1対1でお教えするとすれば、まあ、3時間あれば、動画の素材の、撮り方、それから加工、編集、動画を仕上げる方法、アップロード、それからどうやって埋め込むかとかですね、もうほとんどのことを個人コンサルでカバーできるんですけども、あとはもっともっと詳しく学びたい方ですよね。例えば、写真を合成したりとかですね、それから、今度は別のソフトに置き換えて、まあ、クイズ形式のものを作ったりとか、販売クオリティの動画を作るっていうのはちょっとまた先の話になるんですけども、まあ、いきなりそういう難しいことをしなくても、皆さんが普段使っている、普段皆さんがやってる通りですよ。写真撮って、動画撮ってってやりますよね。それを、この中で編集して、動画のコンテンツを、作っておくと。ね、時間などに作っておくってことですね。これが皆さんに代わって24時間、あなたの代わりに働いてくれる、あなたの影武者になります。はい。実は今日このね、ウェビナーに際してですね、じゃあ一体どんなね、動画ができるのかっていうのを、私のブログの方にいくつかサンプルを貼っておきました。後でこの番組が終わった後にですね、ぜひどんな風に、この喋るブログを作ってるのかっていうのを見ていただくといいと思うんですけども、ソーシャルメディア、集客法っていう風にね、Google で、探していただくとすぐ一番上の方に出てきますけども、今日のもう30分ぐらい前に書いたブログの中に、実際にブログの中にこういう風に埋め込んでおくとこういう使い方ができますよっていうサンプルを貼っておきました。それで今日は、まあ、基礎編ということですから、いきなりすごい難しい話ですよね。をしてしまうと、ああ、やっぱ動画って難しいじゃないって皆さん思ってしまうと困ってしまうので、今日はもう本当楽しいんだよというお話を中心にさせていただこうと思っています。はい。なんか日本はすごい暑いようなんですけどもね、今オーストラリアの方はまだ冬でちょっと寒いので、今日暖かい格好してやってますけども、はい。まあ今日楽しい講座なんでね、ちょっとじゃあ私も暖かい帽子でもかぶってやろうかなと思うんですけども、ちょっと待ってくださいね。はい、フェイスアクセサリーエモーションはい、じゃあ今日はちょ猫ちゃんでも乗せてやろうかしら。はい、どうでしょうか。あ、うまく反映されてないか、これだと。はい、こんな感じで。あ、キャットマスク、あ、お休みね今日はね。じゃあまた後でにしましょう。はい、じゃあまず今日一番基礎編の基礎編基礎編ということでですね、私が使っているお道具を皆様にちょっと公開しようかなと思っています。はい。まず、簡単な方法からですよ。一番お話、最初の話したのは、まず iPhone。これが一番簡単ですね。それで iPhone に動画を、のコンテンツを作るときには、ぜひ一緒につけて使っていただきたいのが、iPhone を購入すると、これ必ずついてきてると思うんですね。イヤホン付きのマイクロフォンなんですね。意外と皆さんマイクロフォンだって気がついてない方いらっしゃるんですけど、ここがボリュームコントロールのここの部分がマイクになってます。ですから、お耳のところにこうして、こうやってイヤホンをつけると、ちょうどいい位置のところにマイクがこのように来るんですね。はい。それで、ここの、差し込みジャックのところにこう入れますよね。はい。で、この状態で音を取ってもらうと、このイヤホンマイクをつけないときとつけたときでは、全くその音のクリアっていうのがね、クリアさと違ってきます。特に周りがわさわさしているときとか、あとちょっと風が強かったりとかね、するときには、もうこのマイクがあるのとないのでは、本当大違いになってきますから、必ずこの iPhone を購入されるとついてくるものですから、ぜひこのマイクは必ず使ってほしいなって思います。はい。それから、あとは、すごく便利なのは、こういうやつがあると便利ですよね。屋外で撮影するときに、簡単な、簡易三脚なんですけども、
こういうふうに iPhone をピタッと置いて固定することができるんですね。ですから、皆さんのデスクの上にですね、こういった三脚を置いて、皆さんの方にカメラを向けてお話しするというような、自分の一人喋りの絵なんかを撮るときにですね、しっかりとこうやってホールドしてくれるんですね。で、さらに、この、三脚はですね、こういった iPad のようなタブレットのものもしっかりとこうグリップしてくれるんですね。それで、この三脚すごく便利なのは、足がすごく自由に曲がるんですね。ですから、絵を見たときに自分の写り方を見ながら、こう微妙な高さの調整っていうのがこうできるんですね。これすごく便利なんですね。電気屋さんとかネットでも販売していて、驚くようにリーズナブルな値段で売っておりますので、ぜひこれを一つですね、ポケットにポンって入るような大きさなんですね。これを用意していただくといいと思います。それから、ちょっと変わった面白い絵を撮りたいなっていうときにはですね、はい、今も皆さん使ってる方多いと思うんですけども、セルフィーというのを使うんですね。ちょっと待っててくださいね。いきなり画面から消えてすみません。はい。もう常に私はお出かけのバッグの中に入れてあるんですけれども、はい。もう本当、日本に行くといろんな種類のものがありますけれどもね、Bluetooth のやつとかね、手元にこうスイッチのついてるものとかいろいろありますけれども、こんな感じで、ミヨーンとこうですね、伸びるものですね。はい。こんな感じです。それで、ここにですね、iPhone をこのように挟み込んでですね。はい。これでまあ撮影するんですけども、はい。これで撮影するとどんなことができるかっていうと、遠くの引きの絵が撮れたりとか、それから上の方からこう撮ってるような絵ができたりとか、歩きながら撮ったりとかね、いろいろこう動きのある絵を撮ることができます。その時にもやっぱりこのマイクロフォンをしっかりつけておくことによってね、非常に音が綺麗に撮れますので、動画で皆さんが喋る絵を撮る時には、必ずこのしつこいようですけども、イヤホンマイクの方を使ってください。で、iPhone には iPhone 専用の使えるね、形の三脚と呼ばれているマイクロフォンがありますので、必ずそちらを使ってください。必ずしも Apple の純正のものでなくてもいいんですけども、Apple の製品に使えるものと使えないものがありますので、どうかお気をつけください。私は市販の、Apple の純正以外のマイクもたくさん持っていて、いろいろな形のものを持っています。ここにこう、もうパチンとくっつけるものもあるし、それからイヤホンのようにこうやって耳につけるものもあれば、あとは片耳に引っ掛けて使うものとかね、いろんな形式のものがあるんですけども、電気屋さんとかウェブを調べてもらうと、そういったマイクがたくさん売っていますので、もう好きなものをお使いになっていただいたらいいなと思います。はい。さて、まあ、一番簡単、究極に作る方法は、このスマホとか、それからタブレットで作る方法なんですけども、例えば先ほど申し上げたようにね、iPhone の製品の場合はですね、iMovie という、編集ソフトがあるんですけども、それで編集をしなくても、ね、本当にもうこのカメラのモードで撮影して、そのままのその動画の素材っていうのを、ブログの中に貼っても大丈夫なんですね。それで、ブログの中に、じゃあどうやってその絵を貼り込むか、埋め込むかっていうことなんですけども、私がやってる方法っていうのはとっても簡単で、YouTube を利用してるんですね。で、YouTube で一度動画を保管して、YouTube の中の公開モードっていうのは、広く皆さんに、一般の皆さんにたくさんこう見てもらいたいときは、公開モードというので保管をしておきます。そして、特定の方だけですよね。例えば自分のオンラインのコンサル生さんだけとか、それから、セミナーのアフターフォローとして、セミナーの参加者様だけに見ていただきたい動画とか、まあ、カテゴリーがちょっと違ってきますよね。その場合にどんな風に保管をしておくかというと、YouTube に公開モード、ね、広く一般に見ていただくための、動画のものと、それから限定公開で、一般の検索には引っかからない、一般の方には探すことができないけれども、その限定公開の URL を知っている方だけが見られるモードっていう二つの、選択肢、もう一つありましたね。非公開っていうのもあったと思うんですけども、その選択肢があるんですけども、その動画の種類によってどちらかに置いておくっていうことになります。はい。それで、実際私の YouTube の、動画の中は、広く皆さんに見ていただける公開の動画よりも、
限定公開で倉庫の中にしまってある動画の方が数が多いんですね。今おそらく1500ぐらいの、動画のコンテンツが入ってると思うんですけども、私の図書館みたいな状態になってます。それで動画を作った時に必ず動画のタイトルというのを入れるんですけども、このタイトルを入れる時に必ずその動画が何の動画であるかっていうね、キーワードを必ずそのタイトルの中に入れておくんですね。なぜそういうふうにするかというと、ブログで、今日例えばじゃあワードプレスのテーマを書きましたとかですよ。それから今日はじゃあアメブロの、動画を、埋め込む方法についてとかですね。いろいろな、テーマでブログを書くときがありますよね。その時に、スッとその対象になる動画を呼び出すために、キーワードをしっかり入れておくことによってね、自分の、YouTube のアカウントから、1500ぐらいね、動画がある中から、すぐにこうキーワードで探すことができるということになるんですね。はい。ですから、動画を作った時には必ずそう探しやすいように、タイトルの中に、何の動画であるかっていうのをきちんとタイトルとして入れておくっていうことをね、やってみてください。はい。では、早速、今日ちょっと音がね、広いマイクで撮ってるので、音がちょっと綺麗にお届けできるかがわからないんですが、はい。ちょっと皆さんに実際動画を見ていただいた方がわかりやすいのかなと思うんですよね。はい。ちょっと待ってくださいね。今ちょっとデスクトップ画面の方に行きたいと思います。はい。デスクトップ画面で、カーソル周辺。はい。これでちょっと少し大きめの、領域にして、なるべく皆様に動画が見えるように、ちょっとやってみようかなと思います。はい。はい。まずじゃあ私のブログに行きましょう。はい。私ブログ実は2つ書いてるんですね。あえて2種類書いてるんですけども、1つはアメブロって書いてます。これもずっと2009年ぐらいからかな、ずっと書いてるんですけども、アメブロを書いている理由っていうのは、当時私がアメブロを始めた時っていうのはもうアメブロバブルと言われていて、とにかくそのもうお仕事をしている人はアメブロを書きましょうと、アメブロで集客しましょうというアメブロバブルの時代がありました。それでまあアメブロをやっている方もものすごく多かったので、アメブロで書くっていうね、ことがとても多かったんですね。はい。ただまあ時代がどんどん変わってきてね、アメブロもちょっとだけ使いづらくはなってますよね。このアメブロ上で商業的な利用ができなくなったりとかっていうことがあったりとかして、どんどんそのユーザーさんが変わってって、ね、今、ビジネスやる人はアメブロじゃなくて、ワードプレスで書きましょうというようなことが主流になってきています。ですので、私自身はね、互換性が高いので、今までの読者さんとか、こちらでつながらせていただいた方もとても多いので、アメブロは、バリバリビジネステーマというのではなくて、ビジネスの日記的に書いているものなんですね。それでビジネスの方の、ブログというのはワードプレスで1枚ね、ページを持っています。はい。では、ちょっと今日はアメブロの方でご紹介しようと思うんですけども、はい。こちらのアメブロの中に今日、ウェビナー用の参考資料になる動画を貼っておきました。後で皆さん、ソーシャルメディア集客法で検索していただくとすぐにヒットしてくると思います。はい。それで、喋るブログということで、いくつか私のブログの中に仕掛けを作ってるんですけども、まず一つは、こちらの最後の方ですね。ブログの左手の方ですね。いろいろなお問い合わせとか、ウェブサイト、Facebook などのこのメニューボタンがあります。そしてこの下にちっちゃなライブ画面があるんですけども、これは今、実際に私が喋っている、ウェブナーの生放送が見れる窓口になっています。はい、ライブ画面が映るものなんですね。今こちら押してしまうと音がこうハウリングしてしまうので押さないんですけども、うちの、私のこのソーシャルメディア TV が始まると、ここの部分がライブ配信の画面になります。これ、埋め込みというんですけども、こんなことができるんですね。それで、喋るブログの場合は、実はここなんですけれどもね、はい。例えば、一番上のものなんですけども、これは、皆さんが寝ている場合とかね、それから移動中とか、実際にそのオンライン上にいない時ですよね。
そんな時に皆さんの、商品とか講座とかサービスとかそういったもののお問い合わせをいただいた時ですね。はい、その時に、皆さんに代わって、動画で皆さんが解説するというものをあらかじめ作っておくという方法です。それでこの一番上に載せたものに関してはこれは実はちゃんとプロにお願いしてスタジオで撮影してもらったものなんですね。はい、ですので私のバックグラウンドの方にパワーポイントの資料が出てきているんですけども、もうパワポの資料を動かしながら、その前で喋っているというようなイメージになります。ですので、実際にオンラインのセミナーではなくて、リアルのセミナーでやっているのと、ほぼ同じような感じで、この画面で講座を受けていただけるというようなものになります。これは、お問い合わせ対応というものなので、講座のお問い合わせをいただいた方に、私が動画で喋っているというものですね。ちょっと絵が小さいんですけども、ちょっと再生をしてみたいと思います。皆さんこんにちは。オーストラリア在住のソーシャルメディア集客法オンラインセミナー講師の真海清美です。さて今日はたくさんの皆様にお問い合わせをいただきます。世界どこでもオフィスであなたの可能性を広げる方法についてお話をしていきたいと思います。この世界どこでもオフィスというのは、私が考えついたソーシャルメディアを使った集客法、そしてマーケティングの方法なんですけれども、一番大きなメリットというのは、まず費用を最小限に抑えて、皆さんの好きな時に好きな場所で仕事ができる仕組みのことを、この世界どこでもオフィスと呼んでいます。さあ、それではちょっとこちらの資料をご覧ください。世界どこでもオフィスであなたの可能性を広げる方法、その秘密の一番のメリットはこのインターネットを活用することなんですね。今やインターネットというのは世界を網羅していますけれども、このインターネットを活用することによって皆さんのいる場所から地球の反対側のお客様との取引も可能になります。つまり皆さんのお住まいの地域のお客様だけではなくて、世界中のいろいろな国のお客様とビジネスの取引をすることが可能になる仕組みでもあるんですね。さあ、それではちょっとこちらの方をご覧いただきます。これまでの皆さんのお仕事の仕方をちょっと振り返ってみたいと思います。これまでの仕事の仕方というと、こんなことがありませんでしたか？まず会社やビジネスを起こそうと思った時に、その会社を起こすための事務所が必要になりますよね。それにはやはり固定費がかかってきます。家賃もかかってきますよね。そして何か不動産を借りる時の、いろいろな経費なんかが必要になってきます。そして2つ目は、会社やオフィスを持った時に、その会社に移動するための時間と、それから交通費などの経費ももちろんかかってきましたよね。そして3つ目には、初期投資が必要になります。会社オフィスを起こした時に、その会社の内装であるとか、家具などの調度品を入れるということで、そういった初期にかかる費用もあったわけです。つまり自分の城として会社オフィスを持ってみたけれども、結局はその支払いのために縛られて働く、つまりその経費のためにその分また多く働かなくてはいけないということがありませんでしたでしょうか。ところがこの世界どこでもオフィスの仕組みをちょっとご覧いただきます。はい、まずこれまでの仕事の仕方にかかっていた経費というのを最小限に抑えることができるんですね。なぜかというと、まず決まったオフィスや会社は必要なくなってきます。皆さんのお持ちのパソコンなどで、そこがオフィスになります。つまりインターネット上に仮想の会社やオフィス、セミナールームを持つということになるんですね。そして2つ目は、移動する時間が節約できるわけです。つまり決まった会社に出かけていくわけではありません。皆さんのいる場所がオフィスになりますので、移動時間がまずかからなくなってきますね。移動時間がかからないだけではないですよ、その移動するためのストレスも軽減されるということになります。そして3つ目なんですけれども、このインターネットを使うことによって、そうしたオフィスなどの経費を抑えることができますので、非常に、お手頃な値段で始めることができる。つまり、オフィスやまた会社ビジネスを始めるにあたって、大きな資金がなくても非常に敷居の低い資金で、会社を始めることができる仕組みなんです。そしてこの世界どこでもオフィスの一番のメリットというと、やはりこちらだと思うんですけれども、
好きな時に好きな場所で働くことができる。つまり皆さんがリゾート地でご家族の方とホリデーを楽しんでいるその合間にもパソコンを開けばそこからお仕事ができるということになります。さあいかがでしょうか。皆さんはこれまでの古い方法でお仕事そして新しいビジネスを始めたいと思われますか、それともインターネットがあれば皆さんの好きなところで仕事ができる世界どこでもオフィスの仕事を活用してみたいと思いませんか。次のチャプターでは具体的にこの世界どこでもオフィスを使った具体的なビジネスの進め方についてお話をしていきたいと思います。はい、ということでですね、オンラインの講座にお問い合わせをいただいたお客様ですね、そういった皆様のためにこうした、すぐにですね私が出れなくても私に代わって、影武者のように、大体講座の内容がどんな雰囲気なのかっていうのを説明しておいてくれる24時間ね、私に代わって働いてくれるというような動画を、埋め込んでおくっていうことですよね。はい。そしてあと今日ですねもう少しいくつかサンプルを貼ってあるんですけども、続いてはこちらですね。あとは後ほど私のブログの方で具体的に見ていただくともっと画面が綺麗に見えますのでね、後ほどご覧いただきたいと思うんですが、どこかイベントに出かけるときにですね、自分が主催しているものそれからお呼ばれしているものもそうなんですけども、そういったときにですね、自己紹介のビデオですねを作っておくんですね。そうすると初めてその会場でお会いする予定の方も動画でご挨拶をさせていただくことによってどんな人なのかってすぐに会場に行って分かってもらえるっていうのがありますよね。はい、とっても効果的です。短くピリッとスパイスを効かせて作るっていうのがポイントになってくるんですけども、こうした自己紹介動画っていうのもこの iPhone で作ったりとかしてます。もう作ってその場ですぐ編集して簡単な文字を入れて、投稿するというような感じですよね。はい、ワンランク上の大人の夜会にご参加の皆様こんばんは。オーストラリアゴールドコーストから真っ赤清美です。私は世界中を旅しながら好きな場所で好きな仕事をするスキルをオンラインでお教えしています。今回の青山の夜会では皆さんがインターネットですいすい世界中から幸運をお取り寄せする方法をお話しさせていただきます。皆様にお目にかかれるの楽しみにしています。それから、あとはですね、実際にパソコンの中の動きを見せながら、説明する講座っていうのがありますよね。どこのボタンを押してくださいとかね、ここにカーソル動かしてくださいとかですね、そういったパソコンのスキルの、動かし方のツールの、スキルを教えする場合にはですね、私に代わって、これも24時間働き続けてくれる、こうした、動画コンテンツっていうのは、有料のオンラインセミナーの中で使うんですけども、そのオンラインセミナーにご興味のある方からお問い合わせをいただいたときに、その中にお問い合わせの自動返信メールの中にいくつかこうしたサンプルの動画っていうのを貼っといてあげるんですね。そうするとお問い合わせが来てすぐにどんな雰囲気なのかっていうのをこう確認して見ていただくことができるというようになります。皆さんこんにちは。オーストラリアからソーシャルメディア集客法オンラインセミナー講師の真っ赤清美です。今日は Windows のパソコンで iTunes から音楽を購入する方法ですね。こちらを解説していきます。まず Google などで iTunes とタイピングしてください。そして検索をかけます。はい、一番上に Apple iTunes、iTunes を今すぐダウンロードという、ね、URL 出てきます。こちら公式のページですので、こちらをクリックします。はい、そういたしますと、こちらですね。iTunes をダウンロード。はい。こちらを見ますと、Windows に対応していますよね。はい。それでは、こちら、2つですね、チェックがもうすでに入っているんですけども、ダウンロードした後にですね、iTunes の方から、様々な、ニュースレターなどを受け取りたい方は、こちらチェックを入れておいてください。今回は外しておきます。はい。
そして、E メールアドレスとお住まいの地域を入れてダウンロードを始めます。ダウンロードが始まりました。この左下の方に、残り時間今40秒、38秒と出てますね。はい、画面の方には iTunes をダウンロードしていただきありがとうございましたという表示が出てきます。はい、iTunes へようこそという表示が出てきますので、こちら次へ押します。はい、インストールのオプションが出てきますね。iTunes のショートカットをデスクトップに追加。そして iTunes をオーディオファイルの、規定のプレイヤーとして使用。はい。それから iTunes 及び他の Apple ソフトウェアを自動更新というふうに3つチェックが入っていきますので、これはこのままチェックを入れて、このままインストールボタンを押します。はい。そしてプログラムのコンピュータの変更を許可します。インストールが始まりました。はい。おめでとうございますという表示が出ました。これで、iTunes が Windows のパソコンにインストールされましたね。はい。それでは完了をします。はい。ここにちっちゃな音楽の音符のマークが出てきてますね。はい。ソフトウェアの、使用の、こちら契約になりますけども、これを全部読んでいただいて、はい。そして同意していきましょう。はい。これで、同意のボタンを押します。はい、ミュージックライブラリには iTunes に追加した曲や、ミュージックビデオが表示されますと。iTunes ストアにサインインしているときには iCloud 内の購入済みのミュージックも表示されますと出てきました。はい、それでは iTunes ストアに移動してみましょう。はい、それでは、こちら購入してみましょう。200円ですね、日本円のね、価格で。はい、価格を押してみます。はい、そうすると iTunes ストアにサインインしてくださいと出てきますので、ここでサインインしましょう。購入します。はい、これでコンピューターの自動ダウンロードオンにしますかと出てきます。これは他のデバイスまたはコンピューターで新しく購入した項目のコピーをこのコンピューターに自動的にダウンロードできるということですね。はい、それではこれを自動ダウンロードオンにしておきましょう。はい、どれを自動ダウンロードにするのかということですね。はい、全部チェック入れておきましょう。はい、お気をします。はい、これで購入ができました。はい、コンピュータ、Windows の中にですね、これが購入した曲が今、追加されましたね。はい、いかがでしょうか。このようにですね、Windows のパソコンで、今日は iTunes の音楽を購入する方法を解説しました。ありがとうございました。はい。さらに、セミナーの告知ですね。こんにちは、和解清美です。いつもメールマガジンを購読してくださってありがとうございます。今日私はイギリスのリーズの郊外に来ています。日本時間21時にメールマガジンの読者様に向けたライブセミナーを配信します。世界中どこにいてもライブ視聴できますのでね、ぜひ楽しみにしていてください。まあ、主にセミナーのですね、告知などでこういった手法を使いますよね。はい。それからあとはもう今日は顔を出したくないと。ね、今日は顔を出したくない。もう猫の手も借りたいという時あると思うんですね。そういう時にですね、犬とか猫とかですね、そうした動物のキャラクターなどに代わって喋ってもらう。ね、声は私なんですけれども、キャラクターが喋ってるというような、動画コンテンツを作ることもできます。皆さん、こんにちは。私はオーストラリアゴールドコーストに住んでいる猫のフクと申します。もうすぐ私のご主人のマッカイ清美が
飛行機に乗って日本に参ります。福岡の皆さん、どうか仲良くしてあげてください。それではありがとうございました。にゃそれという感じになりますけども、まあ、猫が変わって喋るという感じですね。あと、まあ、私の作ったコンテンツというのはたくさん あるので、どんどん次々とこうしたサンプル動画っていうのが再生した後出てきたりとかするんですけども、まあ、こういうふうにですね、ブログの中に埋め込むという方法をするんですけども、はい、ブログの記事の合間にですね、こうした、動画画面っていうのを、埋めてあげる。そうしたことによって文章を読みながら、動画を見るというような喋るブログにすることができるんですね。はい。さて、今日はもう基礎編ということですからね、今日はもうごくごくごく簡単にもう一番基礎的なところをお話しさせていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。まず動画ってね、皆さんいろんな機材が難しいんでしょうとかね、動画のコードとかいろんな裏側の事情が分かってないとできないんでしょうとかね、はい、おっしゃるんですけれども、動画は、工作と一緒ですよね。工作とか、あとお料理と似てますよ皆さん。お料理できる方って動画作るのもとってもうまいんですけども、材料を切ったりとか貼ったりとかして、作るんですけども、まあ、そんな感じで動画っていうのは本当にお料理とか工作にすごく似てますね。はい。あと絵の具で色を混ぜたりって絵を描いたりっていうこともありますけども、そういう作業なんかも面白いですからね。お好きな方は本当にハマってしまって、いろんな難しいソフトとかを使い出したくなりますけども、極めようと思ったら本当にキリがない世界だなと思いますね。だんだんこの動画をやっていると、私は一番簡単な方法で動画を作りましょうっていうのを主に教えてるんですけども、とは言っても、だんだん私もすごく欲が出てきて、このビデオカメラにとどまらずですね、最近うちでも一台新しい機材を入れたんですけども、やっぱり一眼レフのカメラで絵を撮りたくなってくるんですよね。はい。で、そうなってくると、三脚をいいものを買ったりとか、それから今度は、簡単なマイクではなくて、本当にこう、プロの使っているマイク欲しくなったりとかっていうことがあるんですけども、これはもう皆さんのその、興味に合わせてね、徐々にこう買い足していけばいいものであるし、すべての皆さんが絶対これ一眼レフのこのカメラ使ってくださいとかね、もうプロ用の、プロ仕様のマイクを使ってくださいっていうことは決してないと思います。私もライブ配信とか動画を、一番動画をやり始めたのは2008年なんですけども、2008年の当初っていうのはまだこういったスマホがまだね、一般的に出回ってない時代でしたから、当時はデジカメとかで、作ってました。で、当時のデジカメって動画が録画できる長さがですね、すごく短かったりとかしたんですけども、今はもう本当にそういった意味では動画をしやすい時代になりましたし、やろうと思ったら本当にいろんなことができるんですね。もうちょっと長い動画とかを撮りたいとか、あとワイヤレスマイクを使って、遠くの絵を遠くで喋ってるところのね、テレビのレポーターさんがよくやりますよね。喋りながらこう画面に出てきたりとかしますけど、その時はまあこういったビデオカメラを使っていただいて、それでワイヤレスマイクなんかをつけてもらうと、そういった遠くで歩きながら話してくる絵なんかも撮ることができますけども、まずはそうしたちょっとね、手の込んだことっていうよりは、皆さんが普段お使いのこうしたスマホとかですね、タブレット、もうこれで十分、楽しめるものがありますので、ぜひまずそこから、やっていただきたいな、というふうに思っています。はい。それでは、皆様からのコメントをご紹介してまいります。はい。こんばんは。毎日リアルまたはアーカイブなどで欠かさず見ています。今日ありのテーマ、オンパレードで嬉しいです。あ、今日限りのテーマですね。オンパレードです。そうですね。はい。皆さんにすごくお問い合わせをいただく部分を中心に、お話ししていこうかと思っています、としこさん。としこさんは、この間私が6月に日本にいたときに、まさにその、先ほど話した個人コンサル形式のものを受けていただいて、3時間でね、ほぼほぼすべてこのスマホで、ね、作って投稿してっていうところまでやって、あっという間にもうね、としこさんできるようになってしまいました。で、としこさんの場合は普段から、
お料理をプロにしている、お料理の盛り付けをプロにしている方なので、すごいもう、あれですよ、一眼レフのカメラで撮影している方なんですけども、そういう方も、毎回毎回ですよ、どこに行くにでも、一眼レフをこう抱えて持ってるのはなかなか大変ですよね。でも、ああ、ちょっと景色綺麗だなとか、あ、ここでちょっと一言喋りたいなっていう時に、ほとんどの方が普段ね、持っているこのスマホがあれば、ね、一眼レフね、常にこう肩からかけていなくてもできるということで、トシコさんもそういった意味では、使い分けの動画を作ってくださってるんじゃないかなっていうふうに思っています。もう本当にトシコさんの場合はすぐに再現性がある感じで使っていただけるのでね、私としても本当にお教えするのにね、とっても嬉しい気持ちでいっぱいです。はい、それから、興味ありだったんですね。興味ありね。はい、わかりました。今日限りだと思います。興味ありでしたか？ありがとうございます。そうですね。としこさん、特にそうですよね。普段から動画を使ってらっしゃる方ですもんね。としこさんもオンラインの盛り付けの、講座をされてらっしゃるんですけども、遠方とかね、海外にお住まいの方も受講されていらっしゃいますけども、その、オンラインの講座の告知なんかも、本当に上手にね、動画のコンテンツで、作られてますよね。はい、素晴らしい。まあ、そうやってすぐに実用的に活用していただけることが、もう私としても何より何よりの本当に嬉しいことでございます。はい、それでは最後質問コーナーということで短いお時間ですが、ちょっと時間を設けてまいりますが、今日ご紹介した、今日は本当にもう一番基礎的な部分をお話ししたんですけども、何かご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。生放送でお送りしておりますので、この場で皆さんにすぐに回答させていただくことができますけども、何かご質問ある方いらっしゃいますか。はい、大丈夫でしょうか。はい、ではちょっと今日のおまとめの方をね、していきたいと思います。はい、動画はもう凝り出したらもう本当にキリがないほど、もう上を見たらキリがないほどいろんなことができますし、いろんなね、機材があります。もうプロの使ってるすごい機材なんかももちろんあります。でも、いきなりですね、その一番難しいところから入ると、やっぱり動画って難しかったって思う部分が多いかと思うんですね。それで、まず動画が楽しいんだよっていうこと、それから、動画は本当にもう普段皆さんが発信している、ブログとかね、Facebook とか、そういったメディアにもうどんどんこう活用していかれる、まあ、メディアミックスって言い方をしますけども、いくつか違った種類の、メディアを混ぜることによって、それが1たす1が2ではなくて、1たす1が10にもなりますし、1たす1が50にも100にもなっていくっていう手法のことを、まあ、メディアミックスって言います。その中で、今日お教えした、テーマというのは、普段皆さんが、書いてたり読んでたりするブログは文章と、それから画像で構成されているものが多いんですけども、その文章と画像で構成されているブログが話し出したらもっと面白いなというとこですよね。はい、ということで今日はまず、喋るブログの定義ということで一番、基礎的なことを話させていただきました。私はこの、まあ、動画のテーマに関してはもう本当に思うところたくさんあって、それからお教えしたいことがたくさんあって、いつもいつも本当に自分がセミナーとか個人コンサルをしても時間が本当に足りないというようなたくさんのテーマがある分野でもあるんですね。ですのでソーシャルメディア TV の方でも、まあ、シリーズでね何回かに分けて、このテーマ扱っていけたらいいなというふうに思っています。はい、それではですね、このソーシャルメディア TV ご覧いただいている皆様、これライブ放送で毎日日本時間の21時から配信をしています。私は今日はオーストラリアのゴールドコーストから配信をしていますけれども、今日ブログにも書きましたけれども、本当にもうこうしたデバイスとインターネット回線があれば、私の仕事の場合はもう本当にそれこそ世界中どこでも仕事ができます。私はコンサル業、それからセミナー講師というのをしているんですけども、そういう、まあ、ものを物販とかではない仕事の場合は、本当にそれこそですね、旅ガラスのように世界中どこでも仕事ができます。それで、まあ、コンサルとかですね、カウンセラー以外のお仕事でも、どんなことに、このね、スキルが活用できるかというと、例えばカスタマーサービスですよね。皆さんの商品の買ってくださったお客様のアフターフォローのサービスとかですね。はい、そういうこともできます。それから、今ご覧いただいているこのユーストリームのアカウントですけども、有料バージョンのものに契約すると、実際に形のあるものですよね。物販ですよね。
商品などを、まあ、あのいわゆるテレビショッピング形式で販売できるような、そんな、利用する方法というのもあったりとかします。はい。ですので、まあ、お客様と関わるお仕事、ね、必ずしも皆さんがお客様の目の前にね、リアルに、登場しなくても、どんなに距離が離れていても、すぐに、こうしてオンラインに、ネットに乗ってお客様のところにもうね、駆けつけることができる時代になりましたから、ぜひ皆さんも、こうしたメディアミックス、ソーシャルメディアをはじめとする、様々なスキルをぜひ、お仕事のように活用してほしいなと思います。はい。で、こうしたですね、便利なテーマは、はい。こうして皆様に広く見ていただけるソーシャルメディア TV の他に、実はですね、一般ではちょっと、差し障りがあってですね、なかなか全員の方に見ていただけないようなところでも、実は皆様にお教えしています。それがメールマガジンなんですけれども、はい、メールマガジンですね。ちょっとこちらの方をご紹介しておきたいと思います。私のビジネスブログの方をね、お教えしておきましょう。www.makkaikiyomi.com。そのままですね、makkaikiyomi.com。はい、こちら。はい、www.makkaikiyomi.com。こちらが私のビジネスブログということになりますけども、同じくソーシャルメディア集客法というタイトルで書いていて、デザインもアメブロとヘッダー同じなんですけども、はい、こちらはもうビジネスモードで書いているブログでございます。www.makkaikiyomi.com。はい、こちらの方にですね、はい、言っていただきますと、メールマガジンのお申し込みフォームというのが、このブログの一番右肩の方に出てきますので、こちらの方からですね、はい、今出てまいりました。メールマガジンの方、ご登録していただきたいと思います。メールマガジンの方では、一般には公開してないですね。はい、ちょっと、差し障りのあるテーマとかですね。それから、メールマガジンの、読者様だけに、お知らせしている、ウェブセミナーとかですね。それから、先行でお知らせするいろいろな、テーマというのがありますので、よろしかったらこちらのソーシャルメディア集客法、ネットですいすいね、今後お取り寄せする方法というタイトルで届きますけれども、メールマガジンの方にご登録をしていただければなと思います。話だとね、止まらないんですけれども、はい。私もね、皆様が、動画は難しいって思っていただかないように、ちょっとずつこう区切りながらね、やっていきたいと思います。今日は私の普段使っているお道具をこう見ていただきましたけれども、そんな簡単なもので作ってるのってすごく驚かれた方も多いと思うんですけども、今、iPhone のスマホをはじめとして、ここで使われているカメラもかなり精度のいいものが入ってますよね。ですから、こういったもので撮影して、で、その動画に必要な、加工ですよね。例えば、いらないところをちょっとこうカットしたりとか、それからセミナーとかでお教えしているのは、ちょっとだけ色を乗せたりとか、はい、ちょっとだけ口角を上げたりとか、こういうのを教えているんですけども、まあ、そういったことを、しながらですね、動画を作っていく。本当に自分の撮った写真とか動画が一つの作品になって、結局最終的にはそれがお客様を連れてきてくれるような、引き寄せてくれるような、そうした、皆さんの引き寄せのですね、ツールになってくれるというものになりますから、ぜひ、今ね、動画をお勧めしております。